ライ麦。ライ麦、ライ麦、学名サコレイチャーレイは、イネ科の栽培植物で、エイを穀物として利用する。別名は黒麦、黒麦。単に、ライトも。日本でのライ麦という名称は、英語名称のライに麦をつけたものである。食用や、飼料用として、ヨーロッパや、北、アメリカを中心に広く栽培される穀物である。 寒冷な気候や痩せた土壌などの劣悪な環境に耐性があり、主に小麦の栽培に不適な東欧及び、北欧の寒冷地において栽培される。原産は小アジアから、高カサスあたりと考えられている。小麦や大麦の原産地よりはやや北の地域である。栽培化の起源は次のように考えられている。もともと小麦畑の雑草であったものが、 小麦に似た姿の個体が除草を免れ、そこから繁殖した個体の中から、さらに小麦に似た個体が除草を逃れ、といったことが繰り返され、より小麦に似た姿へと進化、意図しない、人為選択した。さらに、環境の劣悪な畑では、小麦が耐えて、ライ麦が残り、穀物として利用されるようになったというものである。同じような経緯で、栽培作物となった塩幕とともに、 本来の作物の栽培の過程で栽培化されるようになった植物として二次作物と呼ばれる。現在でも小麦畑における強制雑草であり、小麦の生育条件の悪い畑では小麦を押しのけて、ライ麦の穂が主となっている畑が見られる。本来の野生種ライ麦は種子が脱落するタイプのみであったが、小麦畑の雑草化した時点で半脱落性化し、 さらに栽培化の過程で他の穀物と同様に非脱落性を得し、これによって穀物としての有用性は急上昇した。ライ麦が栽培化されたのは紀元前3000年頃の北欧と考えられている。ローマ帝国では貧困者が食べるものとしていたため一時期栽培が激減した。しかしローマ帝国の北部では小麦の生育条件が悪く、 しばしば小麦畑をライ麦が覆うようになり、2世紀頃にはライ麦を主目的として栽培されるようになった。小麦より酸性土壌に強く乾燥や寒冷な気候に耐えるため、スカンジナビア半島やドイツ、東、ヨーロッパなどでは主要な穀物として栽培されていった。中世には大麦に代わって小麦に次ぐ第二の穀物としての地位を確立した。 16世紀末からは海運の改善や都市人口の増大に伴い、バルト海沿岸のライ麦が輸出用作物として盛んに栽培されるようになり、特にポーランド王国の大国層地帯を広輩地に持つダンツヒのイムギ交易が急増した。総輸出の約70%を占めたダンツヒをはじめ、リガやケイニヒスベルクなどのバルト海諸港から盛んにライ麦が輸出され、 1562年から1657年までの106年間の年間平均出量は8.6万トンに上った。また、このライム儀交易の活況は、ポーランド王国の経済を活性化し、ポーランドの黄金時代を経済面から支えることとなった。一方で、幕閣金中毒、下で、衝術が中世には、大流行し、591年から1789年の、 間に132回の流行を見た。主要栽培地域である中央、アジア及びヨーロッパ以外への電波は遅れ、16世紀以降にはロシア人の闘神に伴ってシベリアでも栽培が開始されたものの、南北アメリカ大陸やインド、東、アジア、日本への電波は19世紀まで起こらなかった。このため、栽培の歴史の浅い日本及び東アジアにおいては、 雑草型のライ麦は、ほぼ存在せず、栽培種のライ麦のみが生育している。ライ麦の重要性が低下し始めたのは18世紀に入ってからのことである。この頃からイギリスでは、囲い込みや農業革命の進展によって、小麦の生産が急進し、小麦の一大輸出国となった。これに伴い、食民に劣るライ麦の輸出が急減した。 バルト海からのライムギ輸出量は、17世紀前半の50年平均が13.2万トン、後半50年が11.2万トンだったのに対し、18世紀前半の50年には6.4万トンと半分以下に減少してしまった。その後も、19世紀頃までは、パン用穀物としては、小麦より使用量が多かったものの、食味などの点から、 小麦のパンの方が常に高級とされ、小麦の収穫量増大とともに重要性は低下していた。ライ麦の主要産地の一つであり、消費量も多かったドイツにおいても、1850年以降、ライ麦の供給量は年間一人当たり6 0ラムから8 0ラム程度で停滞し、1900年頃には供給量は6 0ラム程度で横ばいであるものの、小麦と ほぼ同量の供給量となっている。1850年には小麦の供給量はライ麦の半分の約 30kg に過ぎなかったので、経済成長や生産の拡大などによって小麦の供給量が急進し、ライ麦の重要性が相対的に低下したことが読み取れる。その後、1940年頃までは小麦とライ麦の供給量はほぼ同量となっているが、 1950年には、これは逆転し、ライ麦の供給量は一人当たり約 30kg となって、小麦の半分になってしまっている。しかもその後も、ライ麦の供給量は、急減を続けた。現在では、ライ麦粉は小麦粉より、ビタミン B 群や食物繊維が多いことを認められて、下げすまれることはなくなり、健康的な食物として、ヨーロッパ全土で栽培されている。 しかし19世紀以後、小麦の作付け面積が拡大するとともに、ライ麦は栽培面積、栽培量ともに激減し、現代においてもなお栽培は減少の意図をたどっている。生産量が少ないため、わずかな不作でも価格が急騰することがあり、昔とは逆に小麦のパンより来、麦パンの方が高値で、取引されることも珍しくない。ライ麦の禁煙種としては、 S モンテナム、S アフラクナム、S バベロバイ及び S シールベストレイがある。根がよく発達し、地上面の高さは1.5メートルから1.8メートル、3メートルに及ぶこともある。風媒花である。ライ麦は小麦や大麦と違って竹受精植物であり、自家受精する場合は著しく収穫量が劣る。小麦とは禁煙であり、 交配も可能である。ただし、ライ麦の花粉を小麦の飯辺に受粉させる場合に限り、この逆では実が実らない。もともとは小麦畑の雑草であったため、ライ麦と小麦の交雑は頻繁に起こっていた。これを防ぐため、ヨーロッパなどライ麦の古くから栽培されていた地域では、ライ麦との交雑を制限する遺伝子を持つ小麦が優勢となっていき、ほとんどの小麦が この遺伝子を持つようになった。一方、東アジアには、ライ麦が存在しなかったため、東アジアの小麦には、この遺伝子が存在しない。この形質を利用し、小麦とライ麦の品種改良が行われている。小麦との人為的な交配種を、ライコムといい、一時交配では有料な品種が生まれにくいものの、交配種同士から、さらに交配させた品種からは有料種が現れることが、 あり、選抜して栽培される。主に秋に巻き、夏に収穫するが、春巻きの品種もある。ライ麦は、発芽温度が、摂氏1度から摂氏2度と低く、低温に強いため冬作物として栽培される。秋に巻かれたライ麦は冬を越し、春になると急速に成長する。ライ麦は、他の穀物よりも体幹性が強いため、小麦が生育できない歓迎地においても、 ライ麦は成長できる。また、ライ麦は他のほとんどの穀物よりも貧しい土壌で生育することができる。そのため、特に砂地や霊端地などでは特に貴重な作物である。しかし、この痩せ地での生育を可能にしているのは根が深く張り巡らされて養分を地中奥深くから吸収することができるためであるため自力を消耗しやすく、また吸憩性が高い。一方で、 根が深くなるために、根を張り巡らせづらい粘土質の土地では生育しにくいが、粘土質以外の土地では大抵よく生育し、強酸性土壌でもアルカリ性土壌でも生育するなど、土質をあまり選ばない。砂地を好み根が深くなるため、砂丘などの土壌流出の防止に効果が高い。また、竹が高いため、成長しすぎると倒伏しやすくなる。連作障害が起こりやすいため、ジャガイモや、 人間豆などと組み合わせた臨作が行われる。ライ麦はもともと小麦畑の雑草であり生育条件がほぼ同じであることから小麦の生育条件の悪い畑では意図的に小麦とライ麦を混ぜて栽培されることがある。こうすることで小麦が寒冷などで不作となった場合においてもライ麦の収穫で損害をある程度埋め合わせることができるからである。 死亡菌の一種バッカク菌が死亡に寄生すると菌核を形成し一群のバッカクアルカロイドと呼ばれる様々な生理活性を示すアルカロイドを含むマイコトキシンが発生する。これがバッカクである。バッカク菌に寄生されたライムギは黒い角状のものを実の間から生やしたため、これがバッカクの名の由来となった。これが発生した畑からの収穫物には種子に紛れて、 バッカクが混入し、これを粉に引いてパンなどに調理すると、バッカクアルカロイドの毒性によって、流産や抹消血管の収縮による獅子の組織のエシ、幻覚などの中毒症状を引き起こすので、食用に適さない。このバッカク中毒は、中世に大流行し、多くの人の命を奪った。寒冷を好みやせた土壌でも生育するため、東部、中部、北部、 ヨーロッパやロシアなど高緯度地帯で広く栽培される。主要なライム麦生産地帯はドイツから、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナ、リトアニア、ラトビア、及び北部ロシアへと続く。また、カナダ、アメリカ、アルゼンチン、ブラジル、中国北部でも栽培される。2005年の最大生産国はロシアで、以後ポーランド、ドイツ、ベラルーシ、ウクライナと続く。しかし、 需要の減退によってライ麦の生産量は減り続けている。ロシアではライ麦生産量は1992年の1390万トンから2005年には360万トンにまで減少した。同じ時期、ポーランドでは590万トンから340万トン、ドイツでは330万トンから280万トン、ベラルーシでは310万トンから120万トン、 中国では170万トンから60万トン、カザフスタンでは60万トンからわずか2万トンにまで減少している。ライム自ジタの単州は農法の改善などにより増加傾向にあるため栽培面積がそれを上回る勢いで減少していることになる。世界の総栽培面積も1930年代の4200万ヘクタールから1977年には400万ヘクタールにまで。 減少している。栽培面積は減少傾向だが、一方で2010年以降は生産量自体は増えつつある。健康志向による需要の高まりに影響された値段高騰の影響と推定されている。ライムギは生産国内でほぼ消費される。近隣諸国へ輸出されることはあるものの、世界市場は成立していない。需要自体が少ないため、 近代的な品種改良もあまり行われてはいない。ライ麦は、大麦や塩幕とは違い、人間の食用としての利用が中心である。古来からヨーロッパでは小麦に次ぐ、食用穀物として扱われており、主に種子を粉にして、パンの原料とされてきた。21世紀の現在でも、ドイツや北欧諸国など小麦の生育が悪い国を中心に、多くのライ 麦パンが作られ文化の一部となっている。大麦パンは色が黒っぽいことから黒パンとも呼ばれる。ライ・麦には小麦と違ってグルテンがないため生地の伸びが悪い。しかし塩漠など他の麦とは違って、ライ・麦はグルテンを構成するうちのグリア人のみは持っており、このため全く膨らまないというわけではない。この特質がライ・麦が小麦に次いで、 第二の四国となっていった理由である。多少膨らむ分、他の穀物のパンに比べて、より美味なのである。また小麦粉のパンよりも焼き上がった後に密度が高いため、目は詰まっているが、水分の抜けが少ないので日持ちする。パンの発酵には、イースト菌ではなくサワー種と呼ばれる何種類もの、微生物共存した伝統的なパン種を用いることが、多い。 これらの発酵法では乳酸を用いて発酵する上、ライ麦粉の生地は酸性化されると膨らみが良くなるため、出来上がった黒パンには酸味がある。また、ライ麦だけでは生地が膨らみにくいため、ライ麦と小麦を混ぜてパンを作ることも多く行われている。この際、ライ麦を多くするほど酸味が強く硬いパンとなり、小麦を多くするほど酸味が少なく柔らかいパンとなる。 小麦の生産量の増加やライ麦パンを消費する国々の経済成長などによ、時代が下るにつれて、小麦の混合量は多くなる傾向にある。小麦が大半を占める混合パンの場合、ライ麦の風味は残るものの、ふっくらとしたパンになるため、より食べやすくなるためである。しかし、現代においてもライ麦パンの風味を好む人々は、多く、割合は減ったもののライ麦の配合の多い高く、 酸味の強い混合パンや、ライ麦粉のみで作るパンも未だ盛んに製造されている。ライ麦粉は、食物繊維やミネラルが豊富に含まれており、健康に良いとされている。この栄養分の高さも、近年、ライ麦パンが見直され消費の増える一つの要因となっている。また、ライ麦においても生成された胚乳だけを用いる。ライ麦粉のほか粗荒引粉や表皮、肺が、 廃乳をすべて子にした全粒粉が存在し、健康志向の高まりもあって多く使用されている。ライ麦の主要栽培地域はロシアからドイツにかけての東欧北部であるが、各国ではそれぞれ特色のある利用がなされている。ドイツにおいては、ライ麦と小麦の混合したパンが一般的であるが、その混合具合によって種類が違い、また、ライ麦も粗挽きにするか、 細かく引くかで違ってくる。ドイツのライ麦パンは、ロッケンブロート、ロゲンブロート、ローガンイコールライ麦、ブロドイコールパンと呼ばれるが、ライ麦と小麦との配合比によって、名称基準が明確に定められている。ロッケンブロートと呼ばれるものは、ライ麦配合比が90%以上と、定められており、ほぼライ麦のみによるパンである。ライ麦の配合比の方が多い。 ライムギコ89%から51%までのパンはロッケンミッシュブロートと呼ばれる。これに対し、小麦の配合比の方が多い小麦粉89%から51%までのパンはバイゼンミッシュブロートと呼ばれる。なお、小麦配合比90%以上のほぼ小麦の実によるパンはバイゼンブロートと呼ばれる。粗引きのライ麦粉から作られるプンパニッルなどもよく。 知られたドイツのライムギパンある。フランスにおいてもドイツと同様にライ麦と小麦の配合比によってパンの名称が定められている。オーストリアのアルプス産無薬部においてもライ麦は利用されていたが、ここでは最も利用されていたのは円爆のパンであり、ライ麦パンはそれよりは高級なものとされていた。しかし1950年代から1960年代に かけて流通網の整備などにより安い小麦粉やライ麦粉が入ってくるようになると塩爆はパンにされなくなりライ麦パンも半分は小麦粉を混ぜるようになったロシアにおいてもライ麦の黒パンは好まれ非常に多く消費されるがドイツのものとは味などでかなり異なったものであるロシアの黒パンは伝統的にライ麦だけの黒パンであるロシアはドイツに比べても さらに自然環境が厳しく、主力の栽培穀物がライ麦だったためである。この黒パンはロシアにおいてはまさしく食物の中心的存在であり、ロシア語でパンを表す、クレープという言葉はパン全体だけでなく、穀物全体をも指し、また逆に黒パンのことも指した。パンの中で最も一般的なものが黒パンだったので、 フレープという語がそのまま黒パンを刺すようになったのである。また、ロシアは、ヨーロッパの他国に比べて、パンの消費量が非常に多く、まさしく主食に近い地位を確立していた。ロシア語で、パンと塩、フレープだそうりという言葉は、もなしを意味するが、これは来客をもてなす時に、大きな丸い黒パンと塩を差し出したからである。ロシアにおいても、近年では、小麦とライ麦の、 混合パンは多く流通している。ポーランドも黒パン地域であるが、ここの黒パンはドイツよりはロシア風に近いものである。ベラルーシは塩幕をより多用する地域であるが、ここではパン用にはその時代からライ麦が使いされてきた。フィンランドではライ麦パンはルイスレーパ、ルーザーリーパ、エストニアにおいてはレーブ、リーエブと呼ばれ、やはりよく消費される。また、 北欧諸国においては平たく乾いたクラッカー状のクリスプブレッドが多く生産されるが、このクリスプブレッドは伝統的にライ麦によって作られるものであり、現在では他の原料によって作られることもあるものの、やはりライ麦によって作られるものが主流である。クリスプブレッドはスウェーデン語ではクネッケブレード、ナキブレッド、ノルウェー語ではクネッケブレー、ネカブレッド、デンマーク語では クネックブレッド、KA の KBRD、アイスランド語では、リョックブレユーズ、ロックブラス、フィンランド語では、ネッキレーペ、ナキーリーパと呼ばれ、いずれの国でもよく食べられる。ライムギパンにコンビーフ、またはパストラミ、ザワークラウト、チーズ、ロシアンドレッシング、または、サウザンドアイランドドレッシングを挟んでグリルした、ホットサンドであるルーベンサンド。 ニューヨークの定番のサンドイッチの一つとなっている。また、パンとしての利用の他に、種子は醸造用として、ウイスキー、ライウイスキーなどやウォッカの原料ともなる。特に、ロシアにおいては、主原料にライ麦を使うことは良質なウォッカ特徴の一つとされている。ライウイスキーが主に製造されるのは、北アメリカ大陸のアメリカとカナダにおいてである。アメリカにおいては、 法律によって原料となる爆外機のうちライ麦が51以上を占めるものを売り、ウイスキーと呼称することが明確に定められている。ライ麦が原料爆外機の100%を占める場合は、シングルライモルトウイスキーと呼ばれる。ライウイスキーはアメリカンウイスキーのうちの重要な一角をなすほか、主原料としてではなく副原料としても好んで用いられる。カナダにおいてはライ麦は、 歴史的にウイスキーの主原料とされてきていたが、現在においては、カナディアンウイスキーは必ずしもライ麦を主原料としているものばかりではない。このほか、コルンやジンなどの蒸留酒にもライ麦を原料とするものが存在する。ロシアやウクライナ、ベラルーシにおいては、ライ麦と麦芽を発酵させたクワスという発酵飲料が 盛んに作られ、アルコール分がほとんどないため清涼飲料水として好まれている。特に、ロシアにおいては、クワズはウォッカよりも古い最古の飲み物の一つであり、ソビエト連邦の末期までは盛んに飲まれていた。ペレストロイカ期には、コーラなどの炭酸飲料水が流入してきたために一時人気を失っていたが、徐々に人気を回復させ、再び一般的な清涼飲料の一つとなった。 また、クワスにキュウリ、玉ねぎ、ハツカダイコンといった生の野菜と、茹でた、ジャガイモ、ケイラン、ハムを混ぜて、オクロウシカという冷製スープも作られる。このスープは、夏の定番スープとして、ロシアで好まれている。ポーランドにおいても、発酵したライ麦の、上澄み汁、ジュルを使った白いスープである。ジュレック、または、バルシチビャウィ、白いボルシチは好まれるスープである。 また、ライ麦は、家畜の飼料としても使用される。得られる草の量が多く、しかも春の早い時期に得られることから青張りして、飼料や緑肥に使用されるが、家畜はやや好まない傾向がある。日本にライ麦が導入されたのは、明治時代であり、北海道や東北北部などの寒冷地において、栽培された。しかし戦前の栽培面積は、数百ヘクタールに過ぎず、 第二次世界大戦後すぐに一時急増して1950年には6500ヘクタールまで栽培面積が広がったもののすぐに急減した。現在では青狩りして飼料や緑肥とするための生産を除きほとんど栽培されていい。緑肥としては体幹性が強い上成長が非常に早いため早く大量の草を得ることができるため利用されることがある。また、 同じく成長の速さと竹の高さから、主に日本海側の風の強い地方や砂丘地域で、防風、防災用植物として、畑の周囲での栽培もされる。食用としては、北海道でわずかながら栽培があり、ライ麦粉が作られる程度であり、パン用、ライ麦粉のほとんどは輸入品となっている。日本に輸入されたライ麦の品種で最も古いものは19世紀に伝来した。 ドイツの品種である、ペトクーザであり、現在も代表品種の一つとなっている。この他に、春一番などいくつかの品種が、各種病害者によって開発され販売されている。現在、日本で使用されるライ麦は、ほぼ全量輸入であり、2008年には59,281トンが輸入された。輸入先としてはカナダが最大で、 輸入量は53,241トンと9割以上を占める。ついで、ドイツ、4,911トン、アメリカ、1,087トンと続く。漢字の、木、高奇事天体では、来たるは麦をかたどってできたとされ、これに、地を加えた漢字が麦を意味する、麦、高奇事天体では、クである。通説では、来たるは、ライ麦の形からできたとされる。 ただし、中国にライ麦が伝来したのは19世紀と推定されており、キタルの字の成立時期には中国にライ麦は存在しなかった。その上、中国でのライ麦の名称は、裸麦、黒麦、ヨウムギであり、木と呼ばれたことはない。ヨウムギという名称自体が近代に入ってヨーロッパから導入されたことを示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。